どこいノエマまでございます。ノーミルク佐藤です。やりました、ミルミルクサッカーアカデミー今日こちらでございます。ドンアンダー20日本代表、初戦トップおめでとういややりました。まあ、あ接戦を制したということでしたけどもね。ちょっとヒヤヒヤしましたけどね。よかった。 よかった、まずは。てことでね、あの、初戦、ちょっと、ま、後で話しますけども、一時失点した後にね、後半に、ま、熊田選手の二得点ということで、2対1で中国相手に勝ちましたと。はい。ま、てことで、その、ま、期待と課題っていうところ、プラス、ま、そもそも中国戦どんな流れだったのかなってところを含めて、お話できればと思ってます。お願いします。というわけで、見る若毎一いろんなテーマでやってます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。では今日シート1枚です。こちらご覧ください。ドンはい。 え左側に、えーうん、日本のスタメンと、まあ、大体の時間帯における中国のスタメンのラインナップというか、ね、配置に関してが書いてありますと右側にはまあ特殊転開対警告の一応タイムラインみたいなものもちょっと書いてみましたので、うん、まあ流れ踏まえながらちょっと喋っていこうかなと思いますよとまず、ね、びっくりしたのはちょうどあれだったんですよね。うん この時間って言って、アンダー20日本代表の試合と、マリノス広島やってたんですけど、マリノス広島とこの日本代表のこの試合ほぼ同時刻に起こった。ああ、そうでした。WBC も同時にやってましたから。いや、なかなか中日のね、5バックを日本が崩せないな、みたいな。違うのよ、違うのよ。ビパウエロ・ビンナのあれかな、みたいな思ってね。混ざっちゃって、自分の中でいろいろ。WBC でね、松井君、ちょっと乱調みたいなのもありましたけど、 ておいて、はい、あの、うん、びっくりしたというかこれはなんかどうしようもなかったっちゃどうしようもなかったけどうん、うん、まあいわゆるオンゴールになっちゃったんですよねただオンゴールで例えば頭ちょっとそらしてたりしたら結局中国の選手が決めてちったあろうだって感じだよねよりは上部はねコーナー聞にませんねたという配置的にうまくやったって形な気がしますね。はいはい。 ただ、最近のこう、あの、若い日本代表だけじゃなくて、フル代表の方もそうですけど、なんかこれ、中国がどうかの問題じゃなくて、あの、日本を相手にする相手チームっていうんですか、アジアのチーム。みんなこれですよね、正直やってくること。前半でなんやかんやどうにか1点取ろうと頑張って、取ったらもう、もう5バックなのか、8バックなのかわからないドン引きを仕掛けてきて。そうですね。そうですね。で、将棋披露みたいな。あれのね、 食らったときにまあそういう展開になるだろうと思ったから、ドドキドキはしましまたけれどもう、はい、そうでしたね。だけど、まあ、いわゆる取った直後のいわゆる前半の間っていうんですか、はい、は結局効果的なというか、いろんな本当、たくさん攻撃はするし、たくさんシュートも放ってたんだけど、うん、なかなかこうゴールマウスを割ることができなくてっていうのが続きましたと、それで後半の開始になって、名古屋の香田選手から川崎の永永選手に右のウイングを変えましたと。うん ここですね。高田君を変えて、永永高虎選手が入ってきましたと。はい、でその後後半10分になると、左のこの横山選手を外し、そしてもう一人、えー、岡山のこの坂本伊佐選手を外して、その代わり FC 東京のこの結局2得点するこの熊田選手、あとは岡山の佐野コ大選手を二人を入れてきたという形になりました。はい 思えば関係ないですけど、あの、お兄ちゃんの佐野海舟選手がね、うんうん、土曜日あの FC、FC、横浜 FC 選手で、横浜 FC 戦でめちゃくちゃ信じられないぐらいにディフェンス頑張ったら、皆さんそちらもぜひ見ていただきたいっていのがありますが、<laughs> 兄弟で、はい、いい感じでしたね。いい師走でしたね。お父さんお母さんにちょっとインタビューしたいぐらいですけどね。うん、そなるほどね。そんな、えー、佐野孝大選手と熊田選手が入った10分後ですね。 後半21分、まあ左サイドをたくさん空気した後で、えー、この佐野孝大選手のクロスポーンっていうところに結局熊田選手がヘッドで合わせて決めましたと。うん、素晴らしかった。これでね、なんか人安心とか、とりあえず追いついたから、嫌な空気でしたもん、でね、なんか見てるね、ここまで。うんうん、ちょっとハラハラ時間が長くなってきて、これもしさ、得点するのがあと10分ぐらい遅れてたらじゃないですけど、ねね、ちょっと日本ベンチも慌てた可能性とか。いやいやいや はい。あるっっんさんな。んて思映ってましたけどね。いや、そうよね。お渋い、お渋いお顔されてましたけどね。そう,よねそ,そうですよね。うん。まあ、ただね、やっぱアジアってこういうもんだってか、これがある意味ではアジアの怖さなんですよね。うん、いやそうですよね。だからこの試合に立ったのはすげえ大きいですよね。 そうですね。<ー>やっぱこれあの一応これ見てる皆さんもですけど、うん、今までのう例えば東京世代とか、はい、以降のリオオリンピック世代とかであれば、うん、あの世界の経験ってか結構積んできた世代だったんですよね。はい,はいはいはい。で、パリのお兄ちゃん世代の子たちも結構積んではいたんですけど、うん、この弟君たちの世代ってのが、実はあのやっぱそのコロナの影響もあって、なるほどね、そう。 要はあの、高校3年間の基本的にマスクで過ごしましたみたいな方々なんですよ、要は、うん。はい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 、はい。だからなかなかその世界に遠征することとかもできなかった世代だから、うん、まだその世界って言ってどんなもん、他の国のやり方ってどんなもんってことはある意味では把握してないような世代でもあったと、うん、雰囲気とかプレッシャーとかね、ね、うんうん。そうなんです扱われ方とかね、いろんなメディアの、はい、経験して。ここでなんとなく分かったんじゃないかなって感じになりましたと。 で、その4分後にまた熊田くんがね、まあ、左からのクロスのこぼれ球に2体目取ってくれて、これは本当おめでとうでしたありがとうでしたけどね。りでした、本当に。で、これで2対1になって結構安心できるようになって、シュ前半からちょっとバンバン打ったこと、北野選手もお役御免で交代して、長崎の安部選手がその代わりに入ってきて、あとは最後の方でね、あの、PK 取ったってことがあったんだけど、熊田選手が PK 取って、で、松木くんが蹴るなんてシンがあっただけど、残念ながらそれは外れちゃったんですが、最後また、あの、そうですね、 あとは山根選手が5人目の交代で外れて、安田選手が入ってきてということで、無事ね、えー、2対1で 1> えそれ初戦を取った,やった。これはもう先生が言ってたね、えー、経験を積み重ねたっていうことでもあるでしょ、うん、これは。そうですね。ね何ががよかったなと思いますね。国際大会。うんなんかここを崩せないみたいなのもあ,あったじゃないですか、今までのいろんな日本の、ね。いや、あったよね。監督が入れた狙い通りのことをやってね、組織でしっかりずらして、崩したってことでしょ。うんうん これ,これかよかったなと。そうだね。彫刻のね、ねそうなのよ、そうなのよ。うんうん、で、あとね、実は、あれなんですよ。次回が、えー、次回は今度、キルギス戦っていうのが行われるんですけど、これがですね、3月6日月曜日の19時からだということになっております。で、しかもね、まず皆さん、この試合に日本勝つと、うん、もう基本的に決勝トーナメント行きは確実です、うん。あ、なるほど。あ、3チームリーグなんでしたっけね、はい そう、あの、中国とやって、キルギスとやった後、来週の木曜日にこ度サウジアラビアとやるって形なんですよ。うん、ああ、じゃあその前に決めたいです。当然やるんでしょ、サウジは。そうなのよ。そこそこで、この初戦。そこそこというかサウジですから言うて。そうなのよ。で、この初戦では日本が中国に勝って、サウジがキルギスに勝ってるんですよ。うん、だから次が日本対キルギス、サウジ対中国って形になるの、うん、で。やっぱ勝ち点6同士で木曜日迎えられればなって形になるから。ねね、うん。 その突破するよっていうシーンをせっかくだからみんなで一緒に見ようよってことで、普段マンデーライブ我々21時から月曜日やってるんですけど、はい、2時間ちょっと繰り上げまして、同時視聴という形でやりたいなと思っております。なので皆さん集まっていただけると嬉しいでございます。やっぱり知りたいですしこれね。そうね。いろいろこうおしゃべりできればと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。 はい。ということで、アンダー20、初戦突破、おめでとうというところでございます。なんか、びっくりした選手とかこう、エイチ先生のこう予想の範疇を超えてきたような、嬉しさとかあったああ、でもやっぱり、熊田選手は2ゴールしっかり決めてくれたっていうところがでかかったなと思いましたね。ねそうですね。スイッタジオでも喜んでましたね、皆さんね。いや、そうだよね。れ世界にバレた、熊田がバレた,た、ね。 あるだけど、ま、死いて言うんだったら、ま、うん、松木君の PK が入ってればなっていうところは、ま、あったんですよね。なんかでもあでね,ね。こういうのでキャプテンシーを持って、こう、ぐっ、うん、とこう、モチベーションとか伸びるじゃないいや、そうね。悔しいでしょ。夜寝れてないでしょ、松木選手なんかは。いや、そうなのよね。ねえで。ただね、まさ、松木君の実は PK の外し方ってのが、うん、残念ながら、あの、カタールの日本代表の外し方と一緒だったんです。うんうん、ああ、ちょっとなんかこう、 データ的な傾向があったんですよ。で、それが一体何なのかってことが、同じくあの3月6日にですね、フットボール批評さんであの僕の書いたあの PK に関する記事が載っているものが出るので、そ読んどいたらよかったってことですね。ということなんでございます。なので皆さん買ってみてください。お願いします。そうですか、そうですか。ぜひぜひお願いします。入ンの記事をね、読んでいただきたいなと。よろしくお願いします。そはないんですかれ やしたいねなんかねできるので広げてね PK とは何かみたいなね帯だけからしてもらっていいあぜひよろしくお願いしますまあなんて書くかも決めてます帯に何ですかアウエル帯になって書きますなんでだよ帯だ帯だからねこのこの高尚なユーモアはみんなわかんないわからないですけどねいや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 ありがたことでしたありがとうございましたいろんなテーマでやっておりましちょっとサブじゃなかったね